諸子伝とは、8世紀中期以後、官氏の官任給与や官が経費の財源に充てるために、諸菅氏に与えられた伝字のこと。律令制の財政は、主に公民から取り立てる、要、長を財源としていたが、8世紀中期に入ると早くも、医者を、長の徴収不振に悩まされるようになった。そのため、早くも、天平法事元年8月23日に、大学寮、 画学料、音名料、転訳料、内訳師に対して、公開電支給され、続いて2日後には 6F に社記伝がそれぞれ設置された。前者は、霊学、後者は、武芸信仰を名目としていた。その後、馬塚さや壇上台などにも、公開伝が設置された。これが本格化するのは、元業5年11月25日、2年前に、機内5カ国のうちに設置された、 官僚関連のうち、泉国以外の4カ国の中から洋撃料などの官人給与に充てる名目で、図書料19丁8段297歩、まさちかし9丁2段126歩、佐根 f エフ33丁7段324歩など、49の官視に合計1235丁2段329歩を配分した。翌年4月には、大上官、 中塚佐商など、中央の主要7監視の、洋劇料、番上家手料は、米で支給し、オートネリ料、内蔵料など39監視は関連を与えてその、収入をもって当てることを命じる大乗官譜が出され、以後眼業関連などの関連の所館紙への分配が、進んだ。演技式によれば、馬塚佐が一部直接公営していた以外は、自死。 陳ンによって経営したことが知られている。こうした政策の背景には、中央の財政収入では所管市の経費や官人の給与を賄うことが困難となり、最も重要な監視を除いた所管市の財政を中央財政から切り離して、独自の財政、経営体制に置こうとしたものであったと見られている。一方、独自の財源をもって中央からの財政的依存に、 頼らなくなった、書簡紙は既存の機構の中で自立性を高めた。監視側は、財政の自立を盾にして還元などの書紙伝を、自らの所有地として、扱うようになり、省エン化させていくと書紙、書士料、還画料などと称されるようになった。なお、延久2年に作成された、山和国幸福自殺駅面長には自主を、大倉省などの書簡紙に、雑駅を、 幸福寺に収めていた昭円電磁が170丁あったことが記されている。なお、諸子殿が置かれている事例は、ほとんどが中央監視の例であるが、地方監視においても皆無ではなく、太財府には板や不学校領殿が設置された例があり、旧世紀に再海道を中心に展開された公営殿も管が付属地に設置された諸子殿と見ることも可能である。ありがとうございます。